だから今朝最後の命令を、エルメス指令を皆様方にいたします。それはね、まあ、エルメスって蛇じゃないけどね、エルメス指令を受ける対象が遺伝子やから、だからエルメスって蛇って誤解されたんだな。さて、どういうエルメス指令かというと、霊も漬物を食べてください。で、自我もね、自我も漬物を食べてください。そしたら成仏できるから、カム上がれるからって、カム上がるということかっていうと、神なるゲームから脱出できるよっていうね。よし、神すごろくの上がりっていうのは、もう神は過ぎなくてよくなった。成仏、仏になる。仏って死体のことですけど、でも生きてる人間は生き仏って言うでしょ。何のことかっていうの、体のことや細胞のことを仏って言うの。じゃあ、死体の細胞はまだ生きてるのよね。生命活動停止してるからね、多細胞生物としてはね。でも、もともと単細胞生物だから、死体の細胞一つ一つは、まだ単細胞生物として生きようとしているけど、まあ、発酵して腐って死んでいく。まあ、そういう状態で生きれないようなもう設計になってしまったからな、ね、多細胞生物はね。じゃあ、そこから単細胞生物に戻ればいいじゃないけど、その気持ち悪い。死んだら、バクテリア、ブワー。それは、土層はね、その類いだけど、別のバクテリアが食べてるんじゃないの、そんなの。人体がそのままバクテリアになってるわけじゃないよ。どんなやねん、それ。そんな怖いな、そんなストーリー。書くなよ。できちゃうから、そんな世界。大丈夫か、そんな世界作って。恐ろしいぞ、きっと。な、ホラーの連続やん。でしょ、毎日がホラーやったらなれるやけど、他の事件はなれへんわ。じゃあ、他の事件もそうしろよ、言ったら、それはそれでね、誰も気がつかないよって麻痺して。じゃあ、私たちと今この住んでるとかも、私たちは麻痺して気がつかないけど、他の世界から見たら、ありえへんことばっかりかもしれんよ。そういうもんやねん、実は。で、まあ、霊も発酵食品食べてください。そしたらもう、霊をやめれるから。生まれるよってことや。まあ、バクテリアから始めれるよってことや。めでたし、めでたしやろ。バクテリアになったら宇宙に行けるんやし、脱出できないか、地上。まあ、めでたし、めでたしだらけ。ね、他の地、他の星に、まあ、陸地のある星があるかもしれない。陸地というか、土のある星はあるよ。地球の飛び地みたいな星は。あんねん、あんねん。丸とくもそうやった。丸とくはどっちかというと、地球の母やから。複雑でしょ。そういう複雑な関係はね、探せば宇宙にあるからね。そっちに脱出もできましょうし。ね。で、その、消失というか、焼け死んだら光になるだけ。この道の方がしんどいよって言ったら神になっちゃうから。ね。でも、なんとかその遺伝子に取り込まれることができるんでしょ、なんちゅうか。光合成とかによって光のエネルギーを、エネルギーって素粒子やからね。光も素粒子なんですけど。だから素粒子変換というか、まあ、光子という光という素粒子を植物は取り込めるね。細胞内に。まあエネルギーという形ですけど、エネルギーを保存できない。何にって。まあ、炭水化物とかも。まあ、あれ脂質とかね。まあ、タンパク質もそうなんです。そういう形にできんの。化学物質に取り込めるね、素粒子は、植物は。それを動物は、草食動物は食べてるし、私たち雑食動物も食べてるし、肉食動物もハーブは結構かなり食べるよ。じゃあ食べてんねん、みんな。ってことは、肉食動物は、ね、苦手なハーブもあるよ。でも得意なハーブもある。まあ、好き嫌い激しい、肉食動物って。それはわかるでしょ。草食動物も好き嫌い激しいよ。それわかるでしょ。雑食動物は好き嫌い少ないよな。わかるでしょ。で、結局、そうやってその遺伝子になったら、命の物語始まるやん、その光って素粒子にとって。ね。だけど、まあ一番簡単なのは、発酵食に食べられたら簡単やん。そっから始まる。しかもバクテリアから始めるなんて、格好が高いでしょ。いきなり植物細胞から始めるより、バクテリアから始める方が格好が高いのよ、神として、元神としてはっていうか、うちもそうやって神になったり、細胞になったりしてるんだよ。なんでみんなそうしないかなって言ったら、みんな魔術にこだわるからでしょ。その辺のこだわり捨てたらやん、自分の魔術なんて。そんな世界から見たら、邪魔者にしか過ぎないと分かってくるでしょ。そこまでして、なんで好みのある特定の時代のある特定のストーリーを、なんでそこまで追求してこだわるの。ね、あるいは転生、どうせ自我はするんだから、遺伝子は絶対転生せざるを得ないんだから、親から子供っていうのも遺伝情報にとっては転生の一種なんだし、それなのになんである特定の人生の時に出会ったある女性にこだわるの？
それがまあだってのその次元のね、そうやってみんなそれこだわるじゃない。じゃあこだわってないのと一緒かな。中和するから。じゃあみんな自我連合政府に取り組まれていくわね。就職しちゃっていくわね。まあ平社員やからやるけどね。そらいくら人しているとね。なんでかってうちにひどいことしたからどんだけたくさん人質になるんだよって。一人一人たくさんのところは増票から足があるから力兵隊からよね。ちゃんとしたね、立派な事業もね、もっと等しいなのよ。経験を積んで複雑な構造になってるだけで。その代わりそういう突貫構造みたいな突破力はないのね。もちろん肉体にも発酵食品食べさせてあげてね。で、その結局土を背負ったことだけど、土も五行っていうのは、ミネラルがどんなふうに動いてるんですかみたいな話やから、ミネラル論の五行って。で、土の発酵のことやね。で、水っていうのは電解水のことやね。火っていうのは化学反応のことやね。発酵による化学反応のことね。でしょ？で、金っていうのは結晶のことやね。結晶。で、火っていうのは生命活動のことか。細胞の。そういう、ミネラルのフェーズについて説明したのが五行やね。で土っていうのはまあ発酵物だったよね、まあいいわけね。火はその発酵におけるエネルギーです。まあ生体内反応のこと火っていう。そう、五行だけはね、生体内のことを説明してんの。で、次第とかは精神活動だけを説明してんの。精神活動の4種類の精神活動について説明してるだけ。で、動作については、まあ、ぴったりな説明をね、同社で初めて善悪が現れる。芝の善悪ってね。じゃあ、ビシュヌと、あとその前はブラフマン。それは何かって言ったら、まだ正義が現れる前。好き嫌いとか、うまい下手なんですよ。だからまあ、ブラフマンが多分、うまい下手よね。で、ビシュヌが多分好き嫌いなんだよね。で、芝が善悪や、ね。そういう三元論が始まったし、で、しかも、それぞれ、制裁がおるでしょ、奥様。だから、要するに、うまい、下手、好き、嫌い、善悪。三元論だけど、六元論を説明してるわけだ。それは、六芒星的六元論じゃないの。六芒星は、上から見た地上、下から見た上空を表してるのね。で、火と水なるものから生まれるのは常に、プラズマである。芝はプラズマっていうのの解釈を実は六芒星になって初めて発見できたのかもしれない。善悪はプラズマですよって考えたら、いや待って、好き嫌いの方がプラズマやの。いや、うまい人の方がプラズマですよ。どうやろ、知らん。どうなんやろな。まあ割合の問題でしょ。人による割合もあるでしょうし、人によってはうまい下手がプラズマの場合もあるし、というかそういう人にとってはうまい下手こそが善悪になっちゃうのかなって考えていったら、あ、そうやって要素論、要素論って、積み上げていったらバビロン音楽が組み上げていくんかって、上の方が小さいから細いから狭いからで一番上何もつかで何も自他も区別も自他も何もないゼロや無やね。じゃあ一は何なんですかやったら自他の区別がない愛やね。厄介やろそれ。じゃあ二元論なんですかって、まあ、自他が出てきた時からね、夫婦が男性性女性性が出てきた、男性性女性性はいいよって言うんですよ。あ、そうそう、空と空じゃん。あ、無と空の違い。空はひょっとしたらミトコンドリアのことじゃないって。ミトコンドリアを使った修行のことじゃないっていうか、ミトコンドリアを活性化させる修行のことじゃないっていう仮説ね。で、ミトコンドリアもそのトンネル理論が発生しますよっていうことをお伝えしていきましょう。うちはもともと江崎レオナ先生の助手だった。今回は違う。